はい、どうもトロです。今回からね、素晴らしきこの世界ファイナルリミックスメインストーリーの方をね、冒頭から実況していこうかなと思います。まあ、先日まではね、メインストーリーの後のエンディング後の追加シナリオっていうのをね、先行して実況してたんですけど、そちらの方はね、クリアできたので、今回からは本編頭からちゃんとね、実況して、はい、いきます。で、この作品はですね、渋谷を舞台に、死神のゲームっていう、まあ、生死をかけた戦いに、まあ、召集されちゃうんですけど、主人公が。まあ、そこで、まあ、命をかけてね、生き残って、7日間戦い抜くっていう物語です。で、この作品ね、もともと2007年ぐらいかな ?DS で発売して、それのスイッチのリメイクになります。で、操作が、ジョイコンか、タッチ操作、どっちかでしか遊べなくて、で、まあ、実況する場合は、絶対ジョイコンでしかできないっていうね。はい。まあ、ちょっと操作性ね、若干悪いんですけど、まあ、今回はそのジョイコンをね、2つ使って、おすす分けプレイで2人プレイできるんですけど、1人で2つ使って、2キャラ操作でやっていこうかなと思います。モードは、ノーマルだとちょっと難易度低いんで、ハードでやっていこうかなと。本当はハード以上もあるんですけど、ハード以上あるんですけど、まあ、僕のね、実力から、まあ、ハードが妥当かなと。じゃあやっていきましょう。どけ。前見えないだろ。うるさい。耳障りなんだ。全部消えてくれ。世界は俺一人だけでいい。自分自身がそのすべて。他人の価値観なんて意味はない。俺は誰かと分かり合うことなんて一生できない。頭の中に言葉が流れ込んできた。まあ一応じゃあムービー中は静かにして、でまあセリフは軽く読んでく感じでやっていきましょうか。このバッジのせいなのか。もう一度試してみよう。そう、何かが見えたんですよね。 OKOK、 B ボタンじゃないわ、右下でこれ参加者バッジって言うんですけど、これはタップするか、X ボタンでもね、あ、やっぱり見える。なんだこれ。まさか周りの人が考えてることが見えてるのか。なんなんだよ、このバッジ。え？ほんとね、こんなバッジがあったら素敵だけど、人の心ってね、難しいから。お、メールが来た。ガラケーに。104、マルシーか。マルシーに、たどり着け。制限時間は60分。できなかったら消滅。死神より。なんだこのメール。くだらない。消去しやる。あれ、消えない。怖いね。新手のウイルスメール。なんだ、右手か。
さあ、カエルちゃんが出てきたけど、なんだこれ、カエル攻撃してきた。俺を狙ってるのか。来るな。さあ、この少年は攻撃する手段を持っていないので敵を攻撃することはできません。そう、逃げるしかないっていうね。さあ、まあもう何回もプレイしてるんでねあれですけど、で、ジョイコンでね、こうやってタッチ操作よりね、ネクの操作はね、ジョイコンの方が楽なんですよね。R ボタン押しながらこうやってポインター動かすだけなんで、タッチだとネクをこうやって押しながらスライドとかしてね、やんないと動かないから、操作自体はジョイコンの方が楽で、今回はバトルから逃げる。どうなってんだよ。誰か、誰もネクを気にしてくれない。あ、主人公ネクって言うんですけどね。おい、なんで誰も気づかないんだよ。てか、ここどこだよ。逃げるしかない。また始まったな。ああ、めんどくせえ。そう、逃げるところからね、オープニングに入るっていう、ちょっと変わってる入り方ですけど、休暇明けの仕事って一番だるいんだよね。仕事あっての休暇でしょ。初日は参加者が一番多いんだから、ポイントの稼ぎ時よ。先月稼げなかった分を、今回で取り戻すわ。はいはい、一週間頑張りますよ。ところでさ、俺たちもゲームしないか。仕事もゲームにしてまえば楽しくなんだろ。これはね、ほんと言えてますよね。うん、仕事もゲームにしまえば楽しくね、仕事してなんぼなんでね。ま、いいわ。で、何すんの。死神遊び3、参加者狩り。今回のミッションでどっちが多く参加者を狩れるかどうかでどうだ。何それ、全然勝負になってないんだけど。だって私が全員抹消するから。あかんね、神々や今日。ちょっとテンション上がってよ。んじゃ、いつも通り負けた方がラーメンってことで。いいね、いいね、こういう。今一瞬ね、ヨシアが映るんですよね、ここで。ここまで来れば。なんでよ、このカエル。なんで俺が狙われるんだ。消えた。人が消えた。なんだよこれ。どうなってんだ。何が起きてる。てか、ここはどこだ。やばい、やられる。お、ねえ君、私と契約して。怪しいよね、いきなり契約なんて言われたら。聞いて、契約すればノイズに勝てるわ。あ、ノイズが何だって。君消えたいの。急がないと間に合わないの。お願い、私と契約して。
こんなね、可愛い女の子に契約してって言われたら、ね、誰でも契約しちゃうよ。このバッジ使ってみて。おい、今の光。今はこのノイズを倒さなきゃ。いくよ。さあ、引き継いだメタル使えるのかな。そう、攻撃はね、このバッジを使って戦うんですけど、画面ドラッグだったり、なんていうの、スラッシュだったりして、で、今回のバッジは画面をね、こうやってドラッグすることで攻撃ができる便利なバッジで、そう、バッジ使うとしばらく使えなくなるんですけど、バトル中ね、回復していってまた使えるようになるっていうね、仕様になってます。なんだ今の炎、俺がやったのか。すっごーい。フレンズかな。君、サイキックうまいね。君と組めてラッキーかも。よかった。サイキック、あの炎が。それに契約したから、もうノイズにはもう狙われないよ。まあ、もうって2回言っちゃったよ。もう襲われないってことか。うん、ノイズももう見えないでしょ。もうしか言ってないよこれ。ノイズってなんだよ。え、さっきの化け物のことじゃない。なんだよそれ、聞いたことないぞ。それにサイキック、この場所と関係があるのか。そうだ、名前まだ言ってなかったよね。私は三崎四季。下かみそ、三崎四季。四季って呼んでね。なんだ、いきなり誰が呼ぶか。それじゃあ今日から7日間よろしくお願いします。7日間、よろしくって何が。だって死神のゲームは7日間でしょ。死神のゲーム、何を言ってる、こいつ天然か。で、君の名前は。つか、ここどこだよ、俺はどこにいるんだ。ねえねえ、名前誰くん。君とかでいいじゃん、名前誰くんって。なんで俺渋谷に。どうしたの。そうだ、さっきの交差点だ。あそこに戻れば何かわかるかも。ジョイコン操作、フィールドやスティック操作でも移動可能だ。あ、そうそう、ジョイコンのね、スティックがあるんですけど、スティックでもこうやってね、操作できるからね、こっちの方が楽かも、移動は。で、こうやってね、右下のバッジを押すか、X ボタンで人の心を読めるスキャンモードになるんですけど、こうやって、パンクってのは服を着るんじゃない。服なんて単なる記号だ。これ絶対嫌だと裸のタイプでしょ。いろんなね、心を読めるっていうね。パンダみたいで可愛いって言われた。悪口だそれ。キャットの CM は奇抜で型にはまらないアイデアがいいんだよ。へぇ、アップルみたいな感じなのかな。ちょっと気になるね、どういう CM なんだろう。っていう感じでね、人の心が読めるんですよ。キャットって実は総勢20人のクリエイター集団だったのね。インパクト。そろそろ普通の格好にも飽きてきたな。斬新なアクセサリーってないかな。ランドセル、なんかランドセルのファッションだかってあるよね。いやでもこの年、その年でランドセルはちょっと。なんでホットケーキにオフランがついてニアだ。あ、これ名古屋人や。やった、僕名古屋の人なんですけど、もともと名古屋ら。うにゃーとか言わないけどね。デラとか言わないけどね。原稿の締め切りが近い、でも認めたくない。だから今私はここにいる。めっちゃかっこいいこと言ってるけどさ、逃げてるだけやん。おい、なんでついてきてんだよ。なんでって、君が勝手に動くからでしょ。どこ行こうが俺の勝手だろ、ついてくるな。私たちここに閉じ込められてるんだよ。何言ってんだ、そんなことありえないだろ。君こそ何言ってるの。それに契約したら一緒に行動、一人じゃノイズは倒せないし、最後まで生き残れないでしょ。生き残る、なんだそれ。二人じゃないとゲームに勝ち残れないってこと。お前のゲームの勝敗なんて俺には関係ないだろ。ちょっとふざけないでよ。戦ってゲームに勝ち残らないと消えちゃうんだよ。さっき見たでしょ、人が消えていくところ。あんな風になりたくないでしょ。
それに私たちはもうパートナー同士だから協力し合って頑張ろう。何言ってんだよ、勝手に人を巻き込んでおいて。巻き込んだとかじゃないでしょ、君だって死神のゲームに参加してるじゃない。は？死神のゲーム？そんなもん参加しないぞ。え、それおかしいよ、だって参加者バッジ持ってるじゃん。そう、これが参加者バッジなんですよね、死神のゲームの。手に私と同じタイマーも出てるでしょ。やっぱり君も参加者ってことだよ。もうこんなこと話してる場合じゃない、急がないとあと20分しかないわ。早くマルシーに行こう。マルシー？マルシーってなんだ。104のこと、メールにあったでしょ、マルシーに行かないと消滅って。さっきの変なメールのことか。ってこいつあんなの信じるか。普通だけどこの状況普通じゃないか、どう考えてもおかしい。どの道こいつはずっとついてきそうだし、状況を理解するためにも行く方が無難だな。わかった、行けばいいだろ。それからこれで3度目だけど君の名は桜庭ネク。すごいよね、音を操るとかね、かっこいいよね。桜庭ネクか、面白い名前だね。ここの下りね、あのキングダムハーツ 3D でも空とネクで似たような感じのねありましたね。さあ、じゃあ104行きたいところですけど、多分行けない、壁がある、進めない。本当に閉じ込められてるのか。嘘、進めないの？どうしよう、マルシーはこの先なのに。ん？視線？誰か見てる？なんだあいつ、俺たちを見てるのか。パートナー契約確認。めっちゃ柄の悪いやつに見られとるけど、どうしよう、この壁どうやって。あれ、ネク進めるみたいだよ。どうなってんだ、なんかよくわかんないけど、ラッキー。とにかくマルシーに急ごう。そういえばあの赤いやつ、え、うん、あれいない、なんだったんだ。これなんだ、8個。あ、なんか箱がある。なんだこの箱、これは。花メガネ、某イラストレーターの母親も愛用していたアイテム。某イラストレーター？これは見ただけで反射的に泣ける人がいるらしい。落ち込んだ時に使うと気分が上がる。あ、あれかな、キングダムハーツ 3D の花メガネネタはこっから来てるのかな。ね、3D コラボしてたからね、キングダムハーツスバセか。まあ行こう。さあ、マルシー着きました。到着。タイマーが消えた。よかった、クリアできたんだ。なーに安心してんのよ。何？こんなのクリアできて当たり前だし。死神、どうせあんたたちは遅かれ早かれ消えるんだから、消えるんだったら私のポイントになって消えてね。また化け物。ネク、ネクくんか、そろそろバトルに慣れてきたよね。まだくん付けちゃんとしてるんだね、これは。この頃はお前はお前で戦えよ。ノイズを試すた倒すためにお願い。分かったよ、行くぞ。さあ、これこっからね、パートナー操作はまだできないか、まあ設定変えてないからできないね。負ける気しないよね、いっくよ。で、一人操作の時は、一人操作の時は敵をねこうやってタップするとシキちゃんがね攻撃してくれるっていう感じですね。ネク君、今度は二人一緒に戦おう。二人で協力すれば早く倒せるはずだよ。行くよ。さあ、
パートナーバトルのゲージがある限りは、パートナーは一緒のバトルに参加。ゲーズってなんかすごい訛った言い方になってて。ゲージね、ゲージ。さあ。そう、パートナーもね、回数っていうか、ゲージがあるんで、そのゲージがある分だけ攻撃できるって感じですね。まあこういう感じで、一人っていうか、ジョイコン1個の場合は今みたいに戦うって感じで、また後ほどね、ジョイコン2つ使ってやっていきましょう。まだだよ、ネック君。あれ見て。今までのやつとは違うな。けど、やるしかない。おい、お前。何、ネック君。ネックでいい。それと、足、引っ張るのよ。主人公の攻撃とパートナーの攻撃を同じ敵に連続ヒットさせるとシンクロコンボが発動。そう、同じ敵をね、攻撃するっていうのがポイントなんで、で、シンクロっていうやつをね、この右上のやつがあるんですけど、これを 100% とかにすると技が使えるっていうね、強力技が、強力な強力技が。ネク君自体はね、バッチ以外で攻撃できないから、ほんとゲージがなくなるとね、なんもできない。シングル使えんかった。なんとか勝ってたね。クリアできて当たり前か。チュートリアルだもん。あと6日間、大丈夫かな。私たち、生き残れるよね。私、消えたくないよ。なんだよ。なんなんだよ、これ。どうして俺はこんな目に。俺が消される。俺は本当に死神のゲームに巻き込まれたのか。もうここから、渋谷からは、出られないのか。さあ、一日目がね、終わりました。はい、それではですね、今回はここまでにします。基本1動画1チャプターごとで動画やっていこうかと思いますのでね、はい、お願いします。で、まあこんな感じでね、まあ軽くセリフ読みながらチャチャ入れながらね、やっていこうと思ってますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。はい、このチャンネルではこのようにゲーム実況の方しております。よかったらチャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。はい、それではここまでご視聴ありがとうございました。またねー、バイバイ。